はい、これ100均の、練り消しゴムなんですが、これを使って消してみたいと思います。いろんなね、色があったんですが、まあ、ちょっと2種類買ってみました。で、まずはこれを少し取り出して、切ります。適当な大きさに切ってみます。なんかこう香り付きなので、チョコレートですかね、これ。甘い香りがしています。こんな感じで、少しね、切りました。で、練っていきます。結構、文具屋さんで売ってる練り消しに似てますね。そんなに違和感ないというか、違いはあまり感じられません。少しなんか、手にひっつくかなという感じがします。で、多分一緒だと思うんですが、こちらの方も使ってみたいと思います。一緒ですね。こう手に感じる感覚は、こちらもこちらも同じ感じです。では、これを、色をね、塗って、ちょっと消してみたいなと思います。はい、では、このね、色塗っている、ここをね、ちょっと消してみたいと思います。まずは、この茶色の方から、チョコレートの匂いですね。の方から消してみたいと思います。この丸を消していきます。消し加減は、なんか、そうですね。いい感じに消えます。はい。こんな感じで消えます。ちっちゃいのはどうかな。もう少し薄く消してみたいと思います。消えますね。あ、いい感じに。では小さな丸も消してみます。うん、見えますか？結構小さいのも消えますね。うん、いい感じで消えていると思います。で、少し大きめの丸、こちらも消してみたいと思います。こう強弱をつけれるかどうか、ちょっとやってみます。うん、なんとなくですが、つきますね。では、今度はピンクの方ですね。ピンクの方で消してみます。はい、消えます。いい感じに消えています。で、少しこう全体的に淡く、あ、消えますね。じゃあ今度こっちにも、薄い方の色だとどうなるかな。うん、消えてますね。なんかただ色が違うだけで、この練り消しのこの色が違うだけで、消し加減は同じ感じで消えます。なので、100均の練り消しでも使えると思います。でこれを、ちょっと強弱がうまくつくかどうかを消しゴムと練り消しを使ってやってみたいと思います。ちょっとね、滑りにくい感じはありますね。ひっつくので。ですが、おそらくいけると思います。うん、いい感じについてると思います。で、若干、こう、ひっつくので、ちょっと消しにくい。滑りにくい感覚はあります。けど、消えなくはないので、これでも使えると思います。ない場合はね、この白い練り消しが手元にない場合、あと取り寄せないといけないとか、練り消しだけ注文すると、送料とかもかかると思うので、その場合は、これでも全然いけると思います。はい。十分使えますね。で、このように、色も、ちゃんと吸い取ってくれているので、で、練り消しは、使い捨てではなくて、このように何回か、こう、練っていただくと、また、繰り返し使えます。はい。100均の練り消し実験してみましたが、ちゃんとこのように使えるので良いかなと思います。はい、よかったらこの100均の分でも全然使えるので、練り消しのね、文具屋さんで売ってる練り消しの代わりに代用してみてください。